ってきて、何を食べようか。おにぎりとか2個買っちゃった。おにぎり2個買っちゃいました。メイクかわいい。今日ねちょっと自分でメイクしてないからね、若干いつもと違う。なんかナチュラルなんだけど、しっかりなんか眉毛とかしっかり描いてもらった。珍しい。でももうマスクしてたからちょっともうあれだ、落ちてきてる。2個とか普通じゃない。でも私あれなんですよ、1個がおにぎりじゃなくて、なんていうのこういうこうなんかいっぱい入ってるやつだから量多め。何食べちゃうかな。カップ焼きそばも買ってしまった。さっきあかりんさんとコンビニ行ってきたんですけど、あかりんさんがラーメンかなんか買ってて、カップのちょっと私もなんかちょっと、しかも今日たまたま新幹線でずっとなんかペヤング5キロ分食べてみたみたいな YouTube 見ちゃって、すごいペヤングが食べたくなったのでペヤング買っちゃいました。でもこれを今のこの時間に食べるかはちょっと迷う。だったらまだおにぎり食べた方がいいんじゃないかって。なんかその YouTube でペヤングとかその焼きそば、こういうカップ焼きそばは一回揚げてる油麺だから結構カロリーが高いらしくて、それを聞いてちょっと怖い。明日写真撮影タイムあるしな、サンリオのライブで。どうしよう、迷います。でもなんか背徳感ある、今これを持って食べるか食べないかの狭間にいるの。私の意思で食べてしまうこともできるっていうこの背徳感たまらないですね。どうしよう。まあちょっとどうなったのかは配信終わった後に決めたいと思います。そうなんですよ、おにぎりを食べるか明日我慢するか。明日はサンリオのキャラクターたちと一緒にライブをさせていただきます。パルタマでします。パルタマ、パルテノタマ、パルテノタマ、パルテノタマ、なんかファンの人はパルタマって略すらしい。パルタマでライブがあります。48であります。明けおめギフトありがとう。パルタマ(笑)よろしくお願いします。撮影タイムとかもあるらしい。で昼が花は誰のもの選抜メンバーで出演して、夜が瀬戸内 PR 舞台で出演します。2ステージあります。練習してきました。あ、携帯だけか、スマホだけだし、なんでちょっとカメコタイムっていうものではないんですけど、まあ、ちょっと最近の携帯は素晴らしいので昨日も収めてください。ぜひぜひ。こんばんは、こんばんは、明日お待ちしてます。うん、他のグループに会えた、会ってないですね。 STU しか会ってない。会えるのかな。なんかそんな合同のステージに立つのが最後とかじゃないのかな、どうなんだろう、一緒に立てるのかね。くしゃみ出る。くへー、ああ最近っていうか今日めっちゃくしゃみでね。
くへー、くしゃみ助かる。わ、なんか変な需要が出来上がってしまう。そう、今手持ちでやってるからちょっと揺れるかも。揺れちゃうかもね。パセリが一人で怖がってる。なんで一人暮らしなのに一人ホテル怖いのかな。私は一人のホテルも好きだけどね。てかホテルが好き。なぜなら次の日に勝手に綺麗になってるから理想。お化け怖いって。お化け？こんな綺麗なホテルなのにいるのかな。私はあまりお化けは信じない方です。信じないっていうか、まあいてもいいんだけど、いてもいいんだけど、うん、自分が体験しない限りはいないと思ってるから。うん、でも私ちっちゃい頃ひおばあちゃんの幽霊見たことあるんですよ。だからいるのはいるんだろうけど、その場に、まあ、ゴキブリと一緒ですね。私の目の前に現れなければいいって感じ。別にいてもいいんだけど、うん、その目の前に現れてさえなければ OK です。いやん、お腹すいた。もういろいろ買ってる。おにぎりやらサンドイッチやらお腹すいたよ。でも配信では食べない。なぜなら、あの、私は配信で食べるときと物を食べるときと、あの、プライベートでご飯を食べるとき、やっぱなんか違うんですよ。プライベートの時はもう食に大集中しながら食べるから、もう何も考えられないんですよ。脳がもうご飯のことで頭がいっぱいになるんですよ。でも配信で